これ食った？食った。はい、クラチャンネルです。今日も八坂ダム。気温は3度。ああ、下がりましたね。釣れるでしょうか。スタート。さあ、行くぞ。もう冷やいもん手が。そして今日もベイトリールは冷たい。笑かすな。食ってよ。思いっきりボイルだった。めちゃめちゃバスだった。見えたもんだった。バス狂ったように食いよった。いやー、なんでああいうボイルって投げた時に起きるんかね。この下からこう追い込むんじゃろうね。だってそこに壁もあるしね。ああ、そう。いい感じだと思うわ。ちょうど横からこうベイトがビューって流れてきたところ。イメージはそんな感じなんでしょうね。そんな大きくはなかったけど、キーパーありそうだったね。でもシャッドあるかもしれんね。マジでシャッド巻きながらこう香港回ってみる、うん、まああのボイルを見ただけなんだけどね。すこぶる今日元気。そうかもしれない。パリピの若者だったんかもしれない。イエーイ、俺行っちゃうよ。半ズボンの小学生だったかもしれない。何あれ、藻、苔、え、あんなに減ったってこと一気に。先週あんな出てなかった。工事のあのなんか資材あったよね。まだ水中にあったよ。待て、冷や。ほんま冷や。やったー。イエーイ。うわ、一本じゃん。やべえ。超一本なんじゃけど。やーべえ。2本かけたった。あ、外れた。怖いき。もっと使おう。2本かかってるね。はい。正解。半袖。
袖男子がおった。半袖男子がおったよいしょ。はい、レイダウンミノーで、うーん、キーパーはあるよ。サンキュー。巻いて巻いて止めて巻いたら重たかった。シャッドっていうかミノーだねこれは。でもほんまリアフックだったね、うん、危なかった。連発するか。パターンじゃないのかな、違うのかな。ストップアンドゴーだったと思う。うん、巻いて止めて巻き始めたらゴンってもう来とったっけ。食った感じだった。重たかった。こうやって言うじゃんね後から、うん、で映像見るじゃん、意外に違うよねあれって思う。なんかねこうシェイクしてその後ステイした時にこうバイトがあったんよねって言ったらずっとシェイクしよあれイメージと言葉となんかぐちゃぐちゃだなと思う。でもこうあれなんじゃろうね、感覚はそういう感覚でステイしとるんじゃろう思うよ。これで連発してくれると楽しいんだけどな。下手くそキャストが。ラーメン食う？さて今回も始まりましたラーメン大会。怖かった今。今日のカップヌードル、ほぼイカ&イカ2種になって味わいダブル。ほぼイカはイカ風味のかまぼこですって書いてある。シーフード、ほぼイカ、ほぼカニみたいな感じだけどイカマの方が目立ちます。うん、イカ入ってるこれまあイカっていうか。いただきます。どんよう、安定のうまさやねほんまシーフードは。さあ後半戦。後半戦です。それでいいかな。うがおる、うがうがおるってことはベイトがおるってことやろ。
お、これ食った？食った。食った食った。よいしょ。お。バス？バスだ。いや、抜きせんとこれダメだ。よいしょ、ほい。なんで幕しゃげんかったんで。釣れたじゃん。釣れた。サンキュー。レッグアームダウンショット。もう3時になる。うん。